アクションラーニング3.0とは、業務上の問題をテーマにして、解決策を考え、実際の行動とその振り返りを通じて、社員や組織を育成するトレーニング形態。まずは、実際の問題をトレーニングで検討し、解決策を立案するが、その解決策は実施されることが必要である。実施の成果をさらにトレーニングに持ち寄り、 振り返りを行うプロセスを回すことによって、問題解決を図り、同時に社員と組織の成長を実現するのが、アクションラーニング3.0である。従来のアクションラーニングに比べ、立案された、問題解決策の実施、完遂の重要性が強く主張された内容であり、沢井正明の著書、チームの力で、社員は伸びるによって提唱された。アクションラーニングは、 物理学者のレッグ・レバンスによって提唱された。アクションラーニングの創始者、アクションラーニングの父と呼ばれるレバンスは、1930年代に、ケンブリッジ大学のキャベンディッシュ研究所で、多数のノーベル賞級の研究者たちと交流し、その後、第二次大戦後に、炭鉱業界のトレーニング業務のマネジメントの仕事を、進める中で、アクションラーニングのアイデアを固め、 人材育成や高等教育の分野で広くアクションラーニングを実践した。日本アクションラーニング協会はアクションラーニングを次のように定義している。アクションラーニングはチームで現実の問題に対処し、その解決策を立案、実施していく過程で生じる実際の行動とその振り返りを通じて社員、そしてチーム、組織の学習する力を要請するチーム。 学習法である。これらアクションラーニングをチームの力で、社員は伸びるでは3つに分類し説明している。原型である、アクションラーニング1.0は、字、問題を、トレーニングスタイルで検討することで、人材育成を図る方法である。アクションラーニング2.0は、人材育成とともに、実業務の問題解決策立案を目的としている。 それらに対し、アクションラーニング3.0は、立案した問題解決策をやり続け、やり遂げるトレーニングのことであると説明されている。ありがとうございます。